黒毛和牛農家は、メス牛の実を養い、育て、交配させ、生まれた子牛を肥育農家へと販売する繁殖経営と、繁殖農家から購入した子牛を育て、牛肉として出荷する肥育経営の2つに分類されます。現在、牛の交配は、ほぼ全てが人工授精などによって人為的に行われています。しかし、高確率で妊娠させるためには、適切な時期に人工授精を実施する必要性があります。このタイミングは、発情の開始時間から算出されるため、繁殖経営の農家にとっては、発情を見つけることが非常に重要な作業となります。牛が発情すると、落ち着きがなくなり、うろうろと歩き回るようになります。このため、活動量と歩数が増加し、さらに、他のメス牛に後ろから乗馬されても嫌がらずに受け入れる、乗馬許容行動といった特徴的な行動を示すようになります。発情は、これらの行動から見つけることができるのです。近年の地球規模の温暖化に伴う発情行動の細かな変化や、農家の大規模化、農家経営者の高齢化などによって、発情見逃しの増加が懸念されています。そこで農研機構では、発情の見逃しを防止するために、高精度の発情検知システムの構築を目指し、研究を行っています。活動量を測定するセンサーや、歩数計などの ICT デバイスが、発情検知に非常に有効であることを明らかにしてきました。さらに、これらの ICT デバイスは、通常の明瞭な発情だけでなく、見逃しやすい不明瞭な発情においても有効であることを明らかにしています。今後、私たちは、牛に触れずにカメラで撮影された画像から発情を検知する技術や、カメラ画像と ICT デバイスを組み合わせることで、より高い検知精度の発情検知システムを築き上げるために、さらに研究を進めてまいります。我々農研機構では、繁殖経営の畜産農家の皆様のために、今回ご紹介したような発情見逃しの防止技術に加え、さらに分娩期間の短縮についても研究を進め、国内での繁殖成績の向上に貢献していきたいと考えています。我々農研機構では、ICT デバイスを適切に用いることで、既存の技術では困難だった、省力的かつ極めて高精度な発情発見技術の構築、並びに分娩間隔の大幅な短縮を目指し、今後も研究に努めていきたいと考えています。黒毛和牛繁殖の未来を築く。それが、私たちの使命です。